エドワード・ヒース、サー・エドワード・リチャード・ジョージ・ヒース、KG ・ンベ・ PC、1916年7月9日から2005年7月17日は、イギリスの政治家、庶民委員,委員、在職期間、1950年から2001年、首相、在任期間、1970年から1974年、保守党党首、在任期間、 1965年から1975年、指揮者。1916年7月9日、大工の息子として生まれる、オックスフォード大学に進学し、オックスフォードユニオンという弁論部の会長となる。これは、多くの政治家を輩出した名門弁論部であった。卒業後、ヒッチーハイクで北欧、東欧を旅行するが、直後に、 第二次世界大戦が勃発した。志願して、イギリス陸軍に入隊、中佐まで昇進した。戦後、人事院、民間航空省、チャーチタイムズ編集長、銀行などの職を経験した。1950年の総選挙で、ベスクレイから保守党候補として、立候補し、当選を果たす。その後は主に党務に専念し、 チャーチルら党首の覚えも良かったが、スエズ危機器への対応をめぐって分裂した党内を豆上げたことで頭角を表した。マクミラン政権で、労働大臣、外務政務次官、国事省所建副外省を歴任する、欧州経済共同体加盟交渉にも責任者として関わり、結果的にフランスのシャルルド・ゴールの反対で、イギリス EEC 加盟は失敗に終わったものの、 高い交渉力が閣僚や野党労働党からも高評価を得た。この時期、ヒースはミスターヨーロッパのあだ名で呼ばれた。1964年の総選挙でダグラスイコールヒューム率いる保守党が敗れると、党首の辞任後、保守党史上初の会議員による党首選挙が行われた。ヒースはこれに出馬し、モードリングもと増少。 パウエル元保健省を下して保守党の党首となった。先日の EEC 加盟交渉時における評価と、労働党党首のハロルド・ウィルソンへの対抗上、非常流階級出身という点もプラスに作用した。1970年の総選挙では、大方の予想が保守党振りと見られており、ヒース自身も自分の選挙区で落選の可能性がやかれていた。しかし、結果は、 予想に反しての保守党勝利に終わり、ヒースは首相に就任する。就任後は、文化大革命最中の中華人民共和国を訪問して、毛沢東との会談を実現し、文化大革命中に同国が支援する暴動に襲われた植民地の香港の保全に努めた。また、長年の懸案であった欧州共同体への加入も1973年に果たした。 その一方で北アイルランド問題への対処では事態の改善を見ることなく1971年に導入された治安当局による一斉交流インターンメントや1972年1月30日にデリー、ロンドンデリーでなした地の日曜日事件などイギリスによるアイルランドへの暴力的抑圧を背景に過激化した。さらに 労働党支持者がその大半を占める炭鉱労働者のストライキが追い打ちをかける格好で、1974年2月の総選挙に敗北し、退陣を余儀なくされた。1950年の初当選から2001年に引退するまで50年以上の間庶民員、議員一筋で活躍し、1992年にガーター勲章とないと与えられた。 誕生日8日後の2005年7月17日、89歳で死去した。上流階級出身者が多い保守党においては、労働者階級出身のヒースは異色の存在である。党首として活躍した期間は、ハロルド・マクミランのような従来のイギリス社会を代表する上流階級出身のリートによる加藤支配からヒース自身、そしてマーガレット・サッチャーから始まった。 大衆層出身の知的エリートによる、党支配による推移を象徴するものであった。修正独身であり、女性に強い関心を示さなかったことから、同性愛者だったのではないかとの噂も根強いが、決定的な根拠はない。ビートルズのタックスマンの歌詞に出てくる人物としても有名である。1972年に東京で行われた日英首脳会談で、後に、 ロッキード事件で逮捕された田中角栄首相に対してイギリスのロールスロイス社製ジェットエンジンを搭載したロッキード L-1011 トライスター機の購入を強力に働きかけていたことが2006年に公開されたイギリス政府の機密文書で明らかになった若い頃オルガン奏者としての教育を受けていたヒースは首相在任中に ロンドン交響楽団を指揮するなど徐々に指揮者としての活動を開始した。1985年に政界を引退すると、ロンドン交響楽団の理事長兼名誉指揮者に就任した。1986年11月3日にはサントリーホールのオープンを記念して行われたコンサートで、早稲田大学交響楽団、チェロ奏者のオットマール・ボルビツキーと共演。 ワーグナーのニュルンベルクのマイスタージンガー前奏曲、ハイドンのチェロ競奏曲、第2番、ドボルザークの公共曲第9番、新世界よりを指揮した。1971年11月25日に、ロンドン公共楽団の柄コンサートで指揮した、エルガーの助曲、コケインは、ライブ録音が残されている、東芝 EMI+,-13,325 スを楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。